ろしくお願いします。ヒアビーゴーっていう教科書の中学1年生のユニット1、それのね分析和訳みたいなことをやっていこうと思います。教科書の英語の文いっぱい出てくると思うんですけど、それを日本語にできるもんねで偉いわけじゃありません。その単語だけでどういう意味、その単語だけでどういう意味、その単語がどういう仕事してるかっていうね、単語一人一人の仕事役割を意識しながら和訳しないとテストでは苦労するようになっちゃうからね。ぶっちゃけ中学1年生の最初のテストってかなり楽なことが多いです。 ABC を書ければ、あるいはちょっとしたリスニングテストできれば70、80、90点取れちゃったりするので、だから英語ちょろいなってねそこで思わないでほしいんですね。これからいろいろ秋ぐらいから急に難しくなってくるんですけどもね、英語って。その時に振り落とされないように今からちゃんとしたやり方を抑えていってほしいなと思います。俺が言う英語の勉強法っていうのは、単語一個一個の意味をちゃんと味わいながら和訳することやっていきましょう。まずこんな文から始まります。 I'm lost ね。 I っていうのは私はって意味があります。私はで、このぐるぐる上にあるぐるぐるちょんっていうのがアポストロフィーっていうんだけど、何かを縮めたよっていう証になるんですね。そこのねぐるぐるちょんっていうのがアポストロフィーっていうんですけど、これ何ですかってテストでちょいちょい出てくることありますから、だからへーって思ったらちゃんとここに矢印でも書いて、アポストロフィー、カタカナでいいからね、アポストロフィーとかこうやってなんか名前つけてあげるといいかもしれません。わざとこうやって文と文の間にスペース作ってますんで、この辺にねそうなんだって思ったことをメモっておくといいと思います。英語のこの英語を日本語にしたものをベーンって書いてよし満足っていうのはあんまりいいお勉強にはならないからね、この文から学んだ情報をいっぱい吸収して書き込んでったらいいんじゃなかろうか。ぐるぐるちょんっていうのは、これはアポストロフィーって言って書いとこうか、最初だし、アポストロフィー、何かを縮めた時の証になります。じゃあ何これ、 I、 私はの I っていうのと、なんだ M って、この M っていうのが AM っていうのを縮めて、あ、まあこうだな、 I、AM っていうのをぐり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 ぐちょーんって一つにギュッて縮めたものが I'm ってやつになります。 I で私は、で AM のお仕事っていうのがうちはこれですよっていう風に訳してます。まあ後々にね他にもいっぱい出てくるんですけど、アムっていうのは私専用のですよ、愛の時のみに使うですよの単語っていう風に教えてます。私はですよ、そう、日本語だと私は山田ですとか、ですは最後に来るんだよね。だけど英語の世界ではですよって言い切ってから、あ、こういうものなんですけどね、名詞出してから名乗るような感じで、ですよって言ってから何者なのか、どんな名前なのか、どんな気持ちなのか、どこの出身なのか、どんな状態なのか、どんな居場所にいるのか、どんな職業なのか、どんな年齢なのか、まだこれから中1の後半で出てくるんですけど、まだ箱を貸してもらいますけどね。ですよの後でこういうことを言えます。じゃあなんだこれ、私はアムでここにですよがいるわけで、ロストっていうのがね、もういきなりこれ新しい単語なんですけど、ロストっていうのが迷子状態、迷ってる状態、だからここなんだよね。だから I'm lost っていうのは私はですよ、迷子状態ですよ、なんて悲しい文から始まる教科書なんだと思いましたけど、私はですよ、迷子状態ですよっていう風にティナさんっていう、クリスティーナ・リオスさんっていう子が日本の道で迷子になってたんですよ。 I'm lost、 私はですよ、迷子状態ですよ、困ったわみたいな感じで、そしたら日本人のね2人組が声をかけまして、その子の持ってる地図を見て、そのティナさんの持ってる地図を見て、あ、I'm a student there。 これは日本人のこの話です。 I、 私はやっぱり am でですよだよね。で、 a student、 a student、 a っていうのは世界の中にいっぱいいるけどその中のとある一つの、いっぱいいる中の一人の一つのっていうのが a なので、この後よく職業を言えます。私はですよ、とある一人の学生ですよ、いっぱいいる中の一人の学生ですよ。で、 there っていうのはそこの、地図見ながら、あ、その学校のっていう風にね。だから同じ学校だよみたいな感じです。あ、ね、迷子さんなの？ちょっと助けてあげましょうか。あ、私はですよ、生徒ですよ、そこの。あなたが行こうとしてる学校の、そこの生徒ですよ。同じ学校ですよ。ってことなんですよね。ここのゼアっていうのはそこです。私はそこの生徒ですよ、その学校の生徒ですよ。今この文は私はでですよで、職業言ったからここ言ったんだよね。私はですよ、学生ですよ、ゼア、そこの。ちょっとまあ、ここ
こにね、場所が入る場合もあるんで、そこのっていうのがここに入ってます。あ、私はそこの学生ですよ。よかったね、同じ学校で。で、まあ、助けてくれたんで、サンクス。ありがとうってやつです。ありがとう、感謝の気持ち。サンクス、アイムティナ。私はで、やっぱアム、私はで、ですよで、ティナですよ。これはお名前ですね。だから自己紹介です。ありがとう、助けてくれてありがとう。私はですよ、ティナですよってね。で、自己紹介してくれたんで、こっちの日本人のこっち側も自己紹介して返しましょう。アイムエリ、私はですよ、私はですよ、お名前エリですよ。うん。Nice to meet you, nice to meet you って言うんですけど、こいつはね、単語一個一個で分断してもいいんだけど、なんか結局あなたに会えていい気持ち、あなたに会えて嬉しいわ、みたいな、そういう言葉なんですけど、だけど一般的には初めましてって、この4連コンボで、nice to meet you のこの4つの単語がこういうつながり方すると、初めましてっていう日本語になることが多いかな。で、今この辺までやってますけど、手動かさず聞いてる感じじゃなければいいなと思います。俺と同じようにこうやって赤線でペシペシ切りながらやってもらって、この部分だけでこういう意味。この部分だけでですよとか、この部分だけでありがとうとか、その単語の下にそれの担当する日本語をこうやって書いてあげるといいと思います。ありがとう、私はティナですって日本語書いてもあんまり栄養にはならないからね。これだけでどういう意味なのか、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 みたいに単語一個一個の意味を書いていくといいと思います。そして今は英語始めたてだから新しい単語ばっかりだからいっぱい新しく出てきたやつね、あ、これはですよね、これは学生でとか書いてると思いますが、もう何度も出てきたわい、知っとるわい、それはっていうのがあったら省略して構いません。知ってることも新しく知ることも全部書いてたら情報がアンクしちゃってね、どれが必要な情報でどれがもう知ってる情報か分かんなくなっちゃうから、なるほどそうなんだ、新しいことを分かったぜ、やったぜみたいなことだけ書いていくといいと思います。だからちょっと強い人とかはもうこの辺またかよって感じで、私はですよ、またかよ、だからもう書かなくてもいいぐらいです、覚えてればね。だってね、なるほど分かった、新しいこと分かったぜみたいなことを、なるほどって思ったことだけ書いていくといいんじゃないでしょうか。 Nice to meet you、 はじめまして。で、 I'm 光太郎、これもまた自己紹介ですね。私はですよ、私はですよ、光太郎ですよ、うん、光太郎。だから日本人は二人組で声かけてますからね、エリさんと光太郎くんっていうのはね、この子も自己紹介です。俺はですよ、光太郎ですよ、 Call me 光太、コールミーっていうので、コールから始まると呼んでねっていう意味になります。呼んでね。で、ミー、私を。あれ、私って愛じゃなかったっけ？そう、ややこしいところなんですね。愛っていうのは、私はなんですよ。で、ミーだと、私をってなるんだよね。私なら一緒なのに、このわなのかをなのかで単語が変わる、意味が、書き方が変わるっていうのがちょっと英語のややこしいところ。だから俺でも未だに、はい、これ、あ、映ってない。これ、英語にしてって言われたら、え、私はだったら愛だけど、私をだったらみだし、私のとかだったらマイネームのマイとかだし、いや、これだけじゃまだ英単語にできませんぜっていう状態なんですよ。これだけ英語にしてって言われたら、ちょっと意地悪な質問なんですね。話は戻りますが、コールミーコータ。呼んでね、私を。コータって名前で。ちょっとある意味ここに近いです。呼んでね、私を。どんな風に？コータって名前で。ちょっとこの道に。特殊ルートなんですけどね。正確にはユニット5で習う命令文ってやつなんだけど、ちょっと今んとこ、断片的に覚えておいてください。コールっていうのは呼んでね。で、ミーっていうのは私を。です。で、これはコータ、名前ですね。本名はコータローって言うんだけど、ちょっとニックネームで、あだ名でコータって呼んでね。なんか初対面の相手に、俺のことは何とかって呼んでねっていうのもなかなか度胸あるなと思うんですけどね。で、次はユニット1の2、ページは変わると思いますが。Look, beautiful, 一緒に投稿中の話です。Look, look, びっくり。これ見て、見て見て、みたいな感じで。あれ見て、みたいな。beautiful, beautiful はなんか聞いたことあるかな。美しいとか綺麗、みたいな感じ。見て見て、綺麗。これ多分道端に咲いてる桜を指さして喋ってたと思うんだよね。見て見て、綺麗って。多分ティナさんが喋ってたのかな。I like spring. よいしょ。I like spring. 愛で私はだったよね。
私はなんですよね。で、今までずっと私はですよ、私はですよのこのルートばっかりやってたんですけど、今度こっち側行くルートもあります。給食みたいにここでなんかもらったら、上下どっちに行こうかな。この黒線はね、そうそう簡単に越えられない壁なんで、この辺にも書いてあると思うんですけど。上か下か選んだらそう簡単に進路変更できないんです。私はですよ言ったらこう行くしかないし。今回私は、like っていうのがね、好むって意味です。好むって意味です。だからね、このするの仲間に入るんですね。こんな。プレイする。want 欲しがるする。like 好むをする。want to で従うをする。go で行くをする。みたいにね。何々するのルートを言ってます。am 言ってないから。ですよじゃなくて、する余計なんですね。私は好むするよ。あれこれは、この青い巻物は使っても使わなくてもいいパターン。なんかできるんだったら、何は何するの間に、can っていうのを挟むし、なんかしないよ、やる気ないよ、しないもんねの場合は、何は、誰はと、何るぜの間に、どんとっていうのを入れるし、できないよって場合は、何はと何るの間に、この can とっていうのを入れます。この青い巻物は使わなくてもいいやつだから、スルーしても構いません。給食みたいにそれいらないってスルーしてもいいと思います。はい、私は、できるとかしないとかできないとかある?ないね。だからこの青はパス。私は好むする。好むする。まあ、好きですって言い方なんですけど、ただ好きですって言うと、こっち行きたくなるから、好むって言い方がいいね。私は好む。好む。で、次は何を?私は好む。ぜひぜひここで好むとか下に書いておいたらいいんじゃないかな。新しい単語だし。私は好む。何を?スプリング。スプリングはバネ。いや違うんだ。春の季節なんです。私は好むよ。何を?何にとか何を?春を。ですね。私は春を好みます。まあ私は春が好きですっていう日本語になるけど、あんまりですを使いたくないから、私は春を好みますっていう言い方が、俺は好きかな。好きって言っちゃった。私は好むかな。私は春を好みます。で、って確かエリさんかティナさんが言ったんかな。そしたら、コウタロウくんが、I don't like spring って言い出すわけですね。私は。今回これ踏んでますね。しない。しないを踏んだ後で、like。うん。だから、好む、足す、しない。日本語の足し算できますか?好む、足す、しないで、好まないになるよね。好まない。私は、好まない。ほう。私は、好む、しない。何を?春を。私は好まない。私は春を好まない。私は春を好きじゃない。ぐらいがいいんじゃないでしょうか。で、まあ、突然っていうか、そんな春好きじゃないって言ったもんだから、そりゃ、なんで?って聞くよね。Why not? これが、どうして?っていう、ちょっとした質問の時です。なんで?なんでそうじゃないの?っていうね。not っていうのがない。だから、なぜそうじゃないの?なぜ、ホワイでなぜって意味があってね。そう。ホワイでなぜって意味があってね。ノット。なぜそうじゃないの?これはもう二つの塊で。なぜそうじゃないの?うん。俺は春を好まない。なんで好きじゃないの?なんで?っていうちょっとしたなぜっていうのがこのホワイノットを担当しています。そうですね。赤線の切り方はぜひぜひ真似てもらって、そうなんだ。ここだけで、この単語だけで、この単語だけでこういう意味になるんだ。この部分だけでこういう意味になるんだ。っていうのを、なるほどって思ったら、こうやって下に書いていくといいと思います。できれば黒でも赤でもない色で書くと見やすくなるんじゃないかな。一個一個の単語の役割を作ってあげながら和訳していこうかなと思います。ありがとうございました。